切るか。お願いします。おお、十分だね。よし、では、大変身ということで、はい、劇的なヘアスタイルをしましょう。お願いします。ではシャンプーお願いします。楽しみに。イエーイ、じゃーん。あー、お願いします。お願いします。本当にない。何カップですか今日は。ストロベリー。おー、ストロベリーじゃない、しなしなですね、私の髪の毛。なんか、うん、小顔に見える、うん、ショートがいいです。小顔に見える、うん、小顔に見えるっていうのは、うん、今ね、シルエットなんですよ。なんか、髪の毛が、うん、あれば、もちろんその逆で顔がちっちゃく見えるじゃないですか。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。ボリューム感に。でもね、まあ勘違いしがちなんだけど、うん、長いと小顔に見える。思っちゃう。思っちゃいます。ね、ところがそうじゃなくて、うん、もう髪の毛のボリュームに対して顔の面積がどのくらいあるのかみたいな。だから長くても。サイドがペチャッとなってたら、ここの厚みに対してこれだけの顔の幅がね、でもこうやってシルエットがこういう風にボリュームが出たら、なんか小さくなる。だからショートにしたら顔がでっかく見えるっていうのは、あくまでも思い込みというか、形によるんだよね。逆に短くして顔が小さく見えるっていう人いっぱいいるし、だから顔の大きさ、雰囲気そういうものが本人の素敵さをこう出しちゃうから、顔が小さいっていうのは少しのトレンドみたいな感じで言われてるけど、小さいと可愛いね、小さいと綺麗だね、誰も言ってないし、もちろん小ささみんなの憧れではあると思うんですけど、素敵になるっていうわけじゃない。顔を小さく見せてる、見えてる面積を狭くしてるだけで、実際そのせっかく持っている個性が潰されちゃうっていうのがいっぱいある。小顔にするには前髪作ってサイドを落としてさ、こういう面積がやっぱり小さく見えるけど、顔が小さくなってるわけじゃないかな。正面から見たら小さいけど横振ってみみたいな、ね、そこまでこう360度全部をこうまとめてみたときにどうなのかっていうのが一番大事なんだ。だから
雑誌に載ってる子だったら小顔に見えますよっていうのは、鏡みたいな状態と、その角度、限定だから、そういうその小顔ヘアみたいな感じにしてて、無理やりこうみんながそのやってみ、制服、ピチピチの制服を着てて細く見せてるのがね、ちゃうやんみたいな、そんな無理しても輝かないでしょっていうね、だから要はね、バランスなのか、バランスとこの個性がどううまくプラスの方向に引き出してるか、一番いいのか。よくアイドルの子で前髪下ろして、で目ギリギリやってね、でパクって隙間つけてるじゃない、でこういうふうに最後落としてるじゃない、あれ正面から行くと横見たらここいっぱい出てるんですよっていうね、まあ、そんなこと言ったらね怒られちゃうから、こういうふうに来てんじゃん、ここは小さく見えるけど横向いてるどないすんねんみたいな。なんかよく、私はショートが似合いますかとか、長い方がいいですかとか、そういうのあるじゃないですか、でも私、チカさんにカットしていただいて、全部良いと思うんですけど、それはやっぱり長さじゃないってことですか。長さじゃない、私短いの似合わないんですっていう、それはもう、洋服で言えば、私、スカートが似合わないんですよ、言ってみて、マジで似合うスカートは買ってないじゃないですか、で、俺たちのショートって仕立てだから、似合うように切っていっちゃえば、ショートだろうがロングだろうが似合っちゃう、ロングはね、めちゃくちゃ似合うねっていう人っていないんだ。ああ、確かに、誰でもね、そう、要はね、女の子だったらこう、なんていうのかな、スカートは履くの、別に珍しくも何もないじゃん、めちゃくちゃスカート似合うねって、確かに言うってないやんないですね、それは、めちゃくちゃロング似合うねっていうのも一緒、確かに確かに、そう、逆にショートめちゃくちゃ似合うねっていうのは普通じゃない、それはヘアスタイルマッチしてる、でもう昔ショートして全然似合わなかったっていうお客様がいるでしょ、それはその時にショートにしたヘアスタイルがダサかった、ショートもいろいろさあるから、似合うのをショートにすれば何の問題もないんだ、あとは大人になってから そのセンスと子供の頃を感じた、短く切ってそのトラウマになってるみたいなのとは状況が違う、もちろん趣味も違うだろうし、洋服のセンスも変わってるだろうし、世の中の見え方とか自分の顔の見え方も変わるから、そこら辺はリュウさんがうまければ似合うように切ってくる、写真持ってきてこのショート似合いますかみたいなじゃなくて、このショート風なんだけど、アレンジして切っていけば似合うようにできちゃうんだよね、私ショート似合わないよって言ってるお客様は多分いいショートヘアスタイルを体験したことないから、じゃあショートスタイルが逆に似合わない人がいないってことですか。似合わない人がいないんじゃなくて、似合わせる術を体験し知らないのと、体験したことがない、中華料理食べたことないのに中華料理嫌いなんだっていう人いないでしょ、食べたらうまっみたいなね、だからそれと一緒ですよ、外国行ったことないのに海外旅行みたいな日本旅行の方がいいよって言うんだね、体験、いいヘアスタイルとかいい思いを体験してないからそう思っちゃう、似合うヘアスタイルを作ってもらえなかったら似合わないんだけど、ショートスタイルってやっぱ個性がグッと出るから、その人自身の見え方が、本当にその出せるというか、個性をうまく引っ張り出せるの、ショートヘアとか、ミディアムにしたら目立つし、
こういうショートって遥かだからできるってもあるんだよね、うん、癖毛だから、うん、これ普通のサラサラの人がやると葉もかけなきゃ味が出ないんだよね、うん、ここまで短くすると逆に癖があんまり分かんない気がしちゃいますけど、ね、うん、違うんですね、毛がカーブしてくれるから張り付いてくれる、頭に。頭の形もいいからさ、めちゃくちゃ短いね。右と左で癖は違いますか？違う違う、うん、これ選んだ、このこれがかっこいいから、うん、小顔ヘアってこういうの書き下がるじゃん、うん、って、ハリウッド女優とかもスーパーモデルでここ頬骨と枝がガーンと出るように、ここにシェーディング入れるよ、うん、こう極端に言うとこうや、うん、こうじゃなきゃヒットしない、ヒットしないと売れっ子になるんだよ。確かにみんなありますね、シェーディングを入れるのはなんか細く見せるためだと思ってました。ここ目立たせるためですね。ここにバーンって出して、ここもエラもカッカーンってさ、ヒーンって、うん、いや見せ方とか好みが全然違うから、日本人以外って言った方がいいかな、中国チームでもこう細いの好きなのかな、欧米だったらめちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいですか、うん、おお、すごい、これが便利です。普段タオルドライしてはいスタイリングですけど、このままいつも本当に何もしないです。うん、本当に何もしない。これでもちょっとした方がいい。はい、サバ缶作った方がいい。前どうしたっけ、前向きだったジェルです。混ぜるか、うん、でもまた白がちょっと残ってるかな。残ってる、うん、全部取り切れない。これをもっと短くするとバランスが変になっちゃうんですか？これ短くすると、いや、ね、ちょっとドライでいいけど、うん、形はね、やっぱ重要だから。アルコールつけちゃった。ひかりさん、アルコールつけちゃった。私でも自分で間違ってアルコールぶっかけまくった時あります。水スプレーだと思って。スースーじゃん。2021年の、うん、トレンドは何ですか？より個性。より個性、みんなと一緒っていう時代は終わったかなって、うん、まあでも全体がまたこうなんですか、移り変わるまで時間かかるけど、うん、一部の人でいいと思う、うん、自分らしさっていうことを大事にしていく時代に入るからさ、今までは全体主義的な、うん、あんまり浮かないようになんか馴染んでいく、そういう感じだったけど、これが流行ったらみんなこれっていう感じでしたね。そうそうそう、右に習えるみたいな。だからボブで外ハゲが流行ったら、うん、もうね、うん、若い子たちがほとんどそれするみたいな、うん、薄いチラチラした前髪、シースルー番組ですね。めんどくさい前髪が流行ったらめんどくさい前髪、うん、そういう全体主義的な感じじゃなくなる、まあ、面白いじゃんと思うけどね、うん、おしゃれな人って人の真似しないからさ。そうですね、そもそも、うん、みんなから真似られる人って、えって、あの格好ってどうなんだろうって思う10人が
10人中9人が思って、うん、あれめちゃくちゃおしゃれだな、私も真似したいなっていうのが1人いたら、うん、そこからまた徐々に広がって、うん、半数以上がそういう格好したらこれってめちゃくちゃかっこいいっていうのをみんなが思っちゃう、うん、最初にボブして相当跳ねした人は、うん、それ跳ねてるよみたいな、うん、もう跳ねてるけどいいのみたいな感じだったけど、それがこう徐々に、うん、あれかっこいいって、うん、で後でやった人がおしゃれかと、うん、そうじゃなくて、うん、真似てるだけだから、うん、おしゃれっていうまた違うんだよね、うんうん、おしゃれの人って人がやってることじゃないから、うんうん、っていうふうに俺は思ってる、うんうん、だから一人一人違うヘアスタイルを作ってあげたいなっていう、うん、それがアルティファートだし、そうですね、そう僕行っても同じヘアスタイルになるんだけど、選んでいく必要がない、うん、なんかバレエアージュが流行った時に、最初にそのバレエアージュやった時にさ、うちでやり始めたのまだどこもやってなかった、うん、うちのスタッフですらこれ流行るよって言っても、うん、その何年も前、うん、あんまりね、そのみんなキョトンとしてた、それから入り出して、ね、もうバレエアージュどこに行ってもできるような、うん、ね、どこに行ってもできるようになったら、うん、希少価値がなくなっちゃうよね、うん、そこのサロンに行かなきゃできないっていう希少価値がなくなっちゃうよね、うんうん、アメリカ行ってるロスに、ね、何年も前に行った時にセレブの人たちがこぞってやってたからさ、うん、あこれって日本絶対マネするな、線形のカットは難しいですか？うん、難しくないです。いろんなパターンの人を切ってると別にまっすぐな人ばっかり切ってると癖毛って難しいと思うかもしれない。癖毛の人もいろんな癖毛の人もいるから、だからそういう人を何人も何人も経験資料って全然難しくない。経験値の問題かな。なんかこうカットしてて、その人になんか似合う、これが似合うとか、うん、そのチカさんはいつもその方の骨格とかを見てカットされてると思うんですけど、うん、その、なんて言うんだろう、例えば私だったら、うん、エラが張ってるから、うん、これが似合うだろうなとか、そういう、その、これが似合うっていう感覚っていうのはどうやって身につけたんですか？いっぱい見る、いいヘアスタイルいっぱい見る、このほら外国人のヘアスタイルばっか見てたから、こう癖毛の人たちとか骨格の感じとか、あとエラが出てる、頬骨が出てる、そういうのも全部その個性として引っ張り出していくのね、向こうの人たちって、うん、何か決まったところにそれを当てはめて、それを全員がそういうふうにやってるんだって、おでこ広い人、狭い人、顔が四角い人、三角の人、その人なりの良さを引っ張り出していくっていう、ことが特徴を特徴づけるから、うん、スーパーモデルを知って、ヒットした、うん、女優さんもそうだけどね、みんなが同じようなシュッとしてて目がクリクリっとしてて同じような、誰もやっぱりね主役になれないから、人と違う個性を持ってるからスーパーになれる、じゃあその人の個性を見つけるっていう、そうそうそう、あとはそのあの生活のバックボーンだよね、うん、普通のその硬い職業してる人にさ、いきなりこうね似合うからって派手な頭しても、それはもう違うわけだ、性格ももちろんそういう職業を選んでるから安定した職業を選びたいで、そういうそのこう生き方もそうなっちゃうもんね、人よりも目立ちたいとかさ、おしゃれでいたいっていう人はやっぱり誰もやってないようなヘアスタイルでやってあげるべきだし、あとに続くのが好きな人、人のことを真似てるのが好きな人だったら、この人がやってるよ、だからどうっていう風になって、でも俺はそういうの嫌いだからないけど、そういうことになっちゃう。だから、そのヘアスタイルとかファッションの生き方だから、話をしていって、コミュニケーションを取りながら、どういうその性格なのかなとか、どういう風な生活をしてるかとか、どういう仕事を選んだか、どういう立場なのか、そういうことも含めて、ね、
総合的に、あ、これはもう性的に行った方が絶対いいなっていうのと、まあ、ちょっとスタンダードなところも少し残しつつ、だけど良さを引き出してあげたいなっていう、まあ、そのさじ加減はね、やっぱりその自分なりに判断して提案するけどね。でもそれも日本人のヘアスタイルもそうだし、欧米のヘアスタイルもそうだし、自分がかっこいいなんて、ね、もうめちゃくちゃ見て、で、あとは海外で外国人風っていうのキーワードがすごい流行ってた、うん、外国人のヘアスタイル触ったことないけど外国人風って言うじゃん、うん、それは想像じゃん。でも俺は実際に触ってるから、うん、どんな感じなのかな、うん、ついてる人なんて 100% いないからさ、うん、100% って思うのさがほとんどいない、うんうん、でついててアイロンでこうやってやって外国人風っていうのは瞬間芸だからね、うんうん、本当に外国人の好みっていうのはもうたっぷりあって、うん、もう艶があってっていうのがやっぱセレブたちのヘアスタイルで、うん、そういう価値観だよね、うんうん、だからそういう人をいっぱい経験してるし、うん、そういうその文化をいっぱい見てきてるから本当の外国人風ってのは分かる、うんうん、その見て聞いて触れて体感して、でまあそういう中で仕事してとか、うん、そういうところで経験したからこそ、うん、いろいろ判断するし、うん、提案があります、うん、あんまり知らないのよ、ほら提案しろって言ってもアイデアソースがないよ、うん、経験値も少ないから、ね、だからみんなすぐその同じような感じにしてついてアイロンでやるっていうのはそれの世界観でしか見てきてないから、そうすることが自分の得意な方に引っ張っていくっていうフィールドに引っ張っていくっていうことしかできないからそうなっちゃう。でもそれじゃあですね、長くはやっぱりね、提案しきれなくなっちゃう。スタイルももうナチュラルからモードからね、うん、パンキッシュからロックっぽいのからストリートからエレガントからキュートからフェミニンとかさ、むちゃくちゃ種類がある、うん、でその人はどこの生き方をしてるのかっていうことなんです、で好みとかね、うんうん、スタンダードの好きな人は派手が派手、どっちかっていうと地味な方が好き、でシンプルなのが好きだけど、その何も目立たないんじゃなくて何か一つこうシンプルな中でも光るセンスの良さ、洗練されてるデザインっていうのをこう提供してあげるだけで、もう何も着飾らなくても生きてる風に見えちゃう。でもそれはそういうのを見てくれて、体感してないとそれがやっぱ知らないからできないじゃん。感覚だけじゃ、ね、やっぱり勝負できないから、うん、やっぱ経験値って大事なの、うん、死ぬほど俺やっぱ海外の雑誌が好きで見てたし、憧れがそれだったから、うん、すごい、このヘッドラインがめちゃめちゃ、ほらこのなんていうのかな、ね、ボリューム感っていうのは、うん、まあ、乾かしちゃったから、うん、だけど普段そのブローもそんなに適当で、うん、濡れた髪にすぐジェルつけるとかワックスつけるとかで染まらないようにしてるから、うんうん、流してください。ってことあとは仕上がりの写真を撮る。ありがとうございます。今日じゃないけどね、年明け、はい、
はい、いってらっしゃい、はい、最後。Okay.